あ、すいません、ありがとうございます。無料アプリリスンラジオが出た。はい、新しくアプリ導入しました。すごい。おしょ、1分前行くぜ。さあ、聞いてますか皆さん。今夜も爆発機に行きますぜ。さあ、30秒終わる。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。行きますぜ。Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night on the magic love. It's magic love, never now and forever. I'm in love with you. さあ行きまーす。さあ、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 さあ。こんばんは。FM ギノワン、FM 小座、お聞きの皆様、大人の恋愛相談室、パーソナリティの爆発的な愛と光と元気をお届けするスーパーヒーローこと、高田博之です。そして、宇宙一愛する妻の高田うーたです。今夜も夫婦で1時間爆発的に生放送でお届けします。さあ皆さん、1週間、始まりましたね。こんばんは。一瞬何言おうかなと思ってちょっとぶっ飛んでしまいましたが、ね、1週間あっという間ですね。早いですね。はい、はい、今日はね、うん、降ったりやんだり風が吹いたりといった天気で ね大変でしたね。まあ台風、ね、地震もありましたよね。私はお風呂に入ってたんで、うん、気がつかなかったです。僕は皿洗いしてたのでびっくりしました。皿洗いしてたのでびっくりしました。痩せましたね。痩せました。ちょっと痩せてますよね。マジっすか。ありがとうございます。もう5キロ今落ちましたからね。すごい。9月から運動始めてて、さあ筋トレですけども始めてね、5キロ落ちました、うん、すごい。まあ、食べ物もね、今はうーん、苦しいね、糖質オフしてて、まあ、糖質オフって皆さんも最近はよく耳にすると思うんですけど、うん、小麦粉 NG、うんうん、私の大好きなパスタも NG でしょ、NG、だからね、お菓子もダメでしょ。うん、なので毎日米もダメでしょ。毎日あれですね、お菓子食べたい、お菓子食べたい、お菓子食べたいって言って食べた気でいる、そんな男さんですが、はい、さあお父さん、今日のテーマは。今夜のテーマは、また会いたくなる人ってどんな人。また会いたくなる人ってどんな人。ああ、いいですね。皆さんの意見どんどん聞きたいので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、俺から得意かもしれない。ははははははということで、さあでは、うん、どこさん、はい、この辺で参りましょうか。はい、大人の恋愛相談室、この番組は株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。ツイキャスに来てます。ありがとうございます。キャプテンさん、 お初です。前から一度拝見したかった番組。ありがとうございます。いい夫婦。お、ありがとうございます。見える？見えます。パーティータイム。こんばんは。FM ギノワン、FM 小沢木の皆様、大人の恋愛相談室、パーソナリティの爆発的な愛と光と元気をお届けするスーパーヒーローこと、高田博之です。そして、宇宙一愛する妻の高田うーたです。今夜も1時間夫婦で爆発的に生放送でお届けいたします。はい、はい、高田さん、
今夜のテーマ、今夜のテーマはまた会いたくなる人ってどんな人。いいですね、また会いたくなる 人、 どんな人。皆様からのメッセージお待ちしております。 FM ギノワンメールアドレス、はい、797@FMギノワン.com、 797@FMギノワン.com、 そして FM コザメールアドレス 761@FMコザ.jp、761@FMKOZA.JP、 2曲同時生放送でメールもどちらに送っても届きますのでよろしくお願いします。たくさんのメッセージよろしくお願いいたします。はい、さあじゃあいきなりですが質問です。はい、片子さんはどんな人だったらまた会いたいなっていうふうに思われますか。あ、なるほど、僕みたいな人、なるほどですね。はい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 、あ、じゃなかった。まあそうでしょうね。それでっとそれで結婚しましたからね。 ありがとうございます。やっぱりまた会いたい、うん、また会いたい、また会いたいって思えば思うほど、うん、あれ最初は意識してなかったけど、うん、もしかして私この人のことを意識してる、うん、とか、そういうことから恋心って始まっていくんじゃない、うん、まず人間的な魅力もそうなんだけど、うん、やっぱり今恋愛したいって思ってる人は、うん、やっぱ気になる人、うんうん、イコールまた会いたいでしょ、うん、そうですね。だからまた会いたい人って普段思われるかどうかも重要だよね。重要ですよね。じゃ実際ちなみに、はい、また会いたい、またこの人に会いたいなというふうに、会いたくなるなっていうふうに思わせる、うん、思ってもらうように何か工夫とかってされてますでしょうか。僕はしてます、僕はしてます。何してるの。毎朝起きたら鏡を見て、うん、笑顔作りからやってますね。これは、うん、やっぱり笑顔で、あなたが思うまた会いたい人が、うん、やっぱニコニコしてるから、やっぱりそうですね。まあ、極端かもしれないですけども、ニコニコ、まあ、笑顔でいる人か無表情の人かっていう風にやっぱりね、二極化するのであればやっぱ笑顔がある人がいいですよね、うん、そうだな、うん、なので笑顔はな、笑顔はなって、笑顔はな , 笑顔はね大事だと思います。笑顔はなって、笑顔はね大事だと思います。そしてね、やっぱり何より、はい、うん、元気、うん、明るい、うん、うん、ハキハキしてる。お、キャプテンさんが旦那さんに同感って。お、ありがとうございます、キャプテンさん。そうだね、明るい人、うん、笑顔の人いいな、うん、なんか、うん、まあ人間だからね、落ち込む時ってあるじゃないですか、うん、ある、ある、みんなあると思います。あるよ、今落ち込んでる人いるよ。落ち込んでる人いると思います。いろんなことでね、悩んでね、落ち込んだりとかね、うん、そうだよ、不安になったりとかね、うん、毎日日々が、うん、必ずって言っていいほどそういう日が、その瞬間っていうのが、うん、来る時ってあるじゃないですか。あるよ、うん、やっぱり人と関わってれば、関わったらね、うん、だけどその中でもやっぱりどんな状況でも、うん、明るく笑顔で、うん、元気よく、確かに無理してでも、うん、やり続けていったら、うん、なれるもんじゃないかなというふうに僕は思いますので、うん、僕自身の考えですよ、うん、なのでどんな状況であろうと、うん、まあ落ち込む時だったりとか疲れる時あるんですが、それでもすぐ切り替えて、うん、よし笑顔で次会う人に絶対いいことがあるだろうと。あなたはいつも元気だけど。いや、もういつも元気ですよ。みんなが結構、はい、なんでこんなに元気なんですかって多分、うん、不思議だと思うよ。あ、そうですね、なぜ元気か、家でも元気ですよ、うん、元気があれば寝てる時ぐらいでしょ、何でもできる。寝てる時かお腹空いてる時だけ、うんうん、静か、うんうん、だから眠いのかな、うん、お腹空いてるのかなのどっちかよね、うんうん、あなたが元気ない時って分かりやすい。だから、うん、まあこうね、お腹空いてる時とか、うん、まあ、寝てる時、眠たい時は全然、まあ、それはしょうがないんですけど、うん、やっぱりお腹空いてる時とかって、うん、まあそういう人間の欲にはまあ、多少そういう時には勝てないんですけども、うん、それ以外のところでやっぱりね、勝負はしますね。だからさ、うん、お腹空いてる時と、うん、眠たい時以外元気さ、はい、何が起こっても、うんうん、パワーがあるさ、はい、多分そこをみんな
なぜそんなに、あ、なるほど、元気なんですかってやっぱ思うと思う。なんかさ、うんうん、やっぱニコニコしてる人、明るい人、また会いたくなるさ。なんでかっていうと、うん、え、この人何か人生楽しそうだから、うんうん、何かヒントがある人さ、うんうんうん、楽しく、うん、みんな誰でも楽しく生きたいんだけど、うん、なんか楽しいことがないとか、うん、今日あんな言われたとか落ち込んでしまう、うん、落ち込みたくないけど、うん、やっぱりああ言われて傷ついてしまった、うん、って思って毎日生きてる時に、うん、あなたみたいに、うん、はっはっはみたいな、うん、もう毎日元気ですみたいな、うん、だから結構、え、悩みあるとかって聞かれたりもするぐらいパワーがあるから、うん、だから人は、うん、なぜニコニコしてる人に来るかっていうと、うん、何か得るものがありそうっていうか、うん、考え方とかね、そうですね、そういうところ知りたいかもしれない、うん、なんでそんなにパワーがあるの、まあ、まあ、笑う門出に福来たるという言葉通りに、いや、まあ、まあ何も考えてないですけど、笑ってたら昔からですね、一応。あ、で、まあ、いいですか、はい、どうぞ。ツイキャスキャプテンさん、わかりやすい旦那さんの方が奥さんは楽じゃないですか、はい、魅力的イコール明るく前向き、うん、そう思う。いや本当に私は、うん、あなたはわかりやすいからとっても助かってます、うん。いや、もう分かりにくい人よりは分かりやすい方がいいんじゃないですか。だから分かりやすいがすごい助かってるし、多分それってあの好き嫌いもはっきりするし、あの、うん、まあ僕の中ではあの、うん、まあ素直っていう言葉が一番それに当たるのかなとか、うん、まああとそれと、まあ基本あの困ったことだったりとか不安だったりとかっていうのは、悩みだったりとかの思う、あのたくさんありますよ僕も、うん、だけどその悩みっていう不安っていうのを、うん、まあ僕の中では考え方によるんですけども、悩み、はい、で悩みの中でどうしよう、うん、失敗を恐れるっていうことより、うん、どうしたらうまくいくかなってことだけをずっと考えてるので、うんうん、だから、あ、悩みもあっていろいろ不安もあるけど、じゃあどうしたらこの不安も解消できるかな、悩みも解消できるかな、そればっかりしか考えてないんですよね。どうしたらです、どうしたら。例えば、うん、落ち込む人の心理っていうのは、うん、あの例えば何か、うん、良かれと思ってやったことで失敗してしまったとか、うんうんうん、とか上司に怒られたとか、うん、お客さんに怒られたとか、うん、まあ、気づかない点があったりとかあるんだけど、やっぱ失敗した時に、うん、自分をまず責める人いるさ、うん、なるほど、それが、うん、結構な割合でいると思うわけだから失敗が怖くなる、うんうんうん、だから失敗した時の、うん、このあなたみたいな元気な人、ポジティブな人は、うん、失敗した時にどういうふうに、うん、考えてるのか。ああ、もう自分を責めるっていうのはちょっとある、うん、いや自分の責めるってことは全くないですね。何を考えてるの。逆に言えば失敗しました、逆、あ、まず多分その前提から違うと思うんですけど、僕失敗と思ってないんですよね。あ、逆に発信、自分から発信したことによって、うん、相手からこういう返答が返ってきた、情報が返ってきた、うん、っていうことは僕にとって知らない情報が得られたら僕にとってラッキーじゃないですか。 あ、なるほど、こういう時にはこういうことを、相手はこう思うんだ、うん、あ、じゃあこういうふうに知れば次からはいいんだねっていうふうに、うん、だから結局どうしたらうまくいくか、うん、どうしたら最小限で、まあ、切り抜けられるかだったり、うん、うまくいくかだったり、そういうことしか考えないですね。だからなので自分がこれはあの失敗したらどうしよう、怒られたらどうしようっていう、まず先に思い込みが先に入ってると思うんですよ。 あ、今思ったんだけど、うん、思い込みが、まあ、例えば、はい、思い込みが強い人って、はい、お客さんの話を半分聞いてこうだろうってやってしまって、うんうんうん、迷惑かけるぐらいの大失敗、うん、する人もいるさ、うん、あなたの場合見てたら、うん、そんな迷惑かけるような大失敗って見たことがないわけ。あ、そうなんですか、うん、それはやっぱり確認、うん、普段からしてるからだよね、それは、うん、大失敗ってある？相手に迷惑かけるぐらいのすごい失敗。いや、多分あると思います。その時はどう考えてるの、はい、逆に失敗して、うん、あ、大失敗っていうか迷惑かけて、うん、というなんか迷惑かけるかけないのものも、うん、迷惑かけないようにかけないようになると、うん、多分自分の行動だったりとか考えだったりとか思考回転が、なんだろうな、要はもうストップしてしまったりとか、行動するのも萎縮してしまうと思うんですよ、うん、なると思う。逆に迷惑かけたんだったら、よし、かけた分勉強になった、うん、じゃあ逆にですよ、逆に相手から迷惑かけられた、
迷惑だなと思った時には受け入れてやろうっていうのになりますね、うん、かけた分かけられたプラスマイナスこれでゼロじゃないですかって、うんうん、なのでよくあの、うん、ちょっと話ずれるんですけど、うん、あの日本の教育っていうのは、うん、ある、インターネットで調べたんですけども、人様に迷惑かけないようにしなさい、迷惑かけちゃダメよっていう、迷惑ことがイコール悪いことっていう風にあの捉えられてるみたいですよね、植え付けられてるみたいですよね、うん、でもヨーロッパとかインドでは、うん、特にインドなんですけど、インドでは迷惑かけたら迷惑あの思う存分かけれと、人は支え合って生きてるから迷惑をどんどんかけれ、その分自分が迷惑かけられたと思ったら許してあげなさい、受け入れなさいと、あめっちゃいいことじゃないですかと。でヨーロッパの人たちには、いや迷惑かけるっていうのはお互い様でしょっていう感覚、うん、なんかその響きの方があったかいね、うん、その響きがあったかいので、だから迷惑かけちゃいけないって相手を思いやってるっていう意味合いではすごく綺麗な言葉に聞こえるけど、うん、でもそれによって責任取りたくないとか、うん、そうそうそう、いや俺のせいにされちゃ困るっていう部分が生まれてきてしまってる面がある、うん、そうだから こっからどういう風に次に進むかなんですよね。そうだな、いや思う存分思う存分、僕は思うんですけど、失敗したってよく言うじゃないですか、うん、失敗したくない失敗したくないって言うんですけど、でも失敗して何もしないのが僕は失敗だと思ってます。怖くなってやっぱやらなくなるのかな。だからそれがもう失敗なんです。あ、じゃあ質問ちょっと変えていい、うん、はい、例えば、うん、まあ、一般的にやっぱり行動できないっていう人がやっぱ多いので、はい、いろんな失敗を繰り返して逆に怖くなっていく人もいるさ、はい、はいはいはい、いますね。もちろんみんなポジティブに行動したいって思ってるけど、はいはいはい、経験によって傷ついたり、はいはい、傷つけられたり自分を責めたりして、うんうん、だったらもう動かない方がいいんじゃない、うん、ってなっていくパターンもあるさ、うん、ありますね。でもあなたはそうなってないさ、はい、だからそれを、まあ、これはちっちゃい時からの積み重ねなんだけど、はい、やっぱり失敗した時に、うん、さっき失敗って思ってないって言ったけど、うん、この失敗した時に傷つく人向けに分かりやすく言うと、うん、どんな風に考えればいいの、うん、そういう人が今目の前にいるとして、うんうんうん、いやもう怖いんですと、うんうんうん、だからあなたみたいに、うん、なんか不安がないような感じになりたい、うん、で逆にそういう風に、考えてる方々に参考になるかどうかは分からないですけども、うん、逆にあの質問聞き返します、うん、じゃああなたの、うん、あなたがいて相手があなたと同じように失敗したらどうしようとかっていう風に考えてる人を見たら、あなたどう思いますか。あ、そうだね、はい、そんなに怖がらなくていいよってなりますよね。逆にいいよいいよ、うん、気遣わんでってなるね、うん、逆に自分が迷惑、相手が自分が迷惑かけてしまった、大失敗してしまった、うん、けど逆側に立って、うん、あなたが迷惑かけられたと思った時にあなたはどう対応しますか、うんうんうん、僕だったら迷惑かけた分かけられたと思って逆に受け入れたりとか、あ逆にこの人がこの人から学んだから逆にありがたくて、いやそれは情報、あ情報というか経験にして、いや次に生かしますっていう、はい、なので、うん、いろんな話をしてきた中でこれからもいろいろ経験するんですけども、もう僕もいろいろ経験した中で、失敗したらどうしようじゃなくて、どうしたら失敗しないかなってことだけ考えてやり続けです、うん、何もしないのが失敗だと僕は思ってるんで、一個絶対ゴールは見えてくると思うんです。もちろん失敗しないようにはするけれども、はい、失敗が怖いから動かないっていうことはしないと、ね、しないってことです。はい、ツイキャス、はい、ツイキャスありがとうございます。キャプテンさん、キャプテンさん、はい、いいね、深い番組いいねって、 ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます。あと吉良さん、吉良さん、はい、初めて聞きますって、初めまして、初めまして、ありがとうございます。吉良さん、なるほど、迷惑かけたり失敗したりついつい心配したり怖くなったりするので勉強になります。そうですよね。なんかあなたみたいにポジティブな人は、うんうんうん、何も考えてないわけじゃないさ。でも、はい、一見何も考えてないんだろうなの人とか、悩みないんだろうなって見られるけど、うん、私は結構家で努力してるのを見てるし、はい、もう鏡の前で笑顔の練習とか、うん、あの人前に立つシミュレーションしながら喋ってる、うん、一人でね、はい、鏡の前で、ああいう練習があるっていうのはみんな知らないわけよ、うん、陰での努力って、うん、でもあんまりね、裏で努力してることって、うん、日本人言わない人多いから、うん、でもそれぐらいやってるし、うん、だから行動できなくて悩んでる人たちに、うん、もうもっともっとあなたのやってることを具体的に伝えた方がみんな、うん、なるほどって、だから何も考えてないただの明るい
熱い人だなっていう、爆発的ばっかり言ってる野郎みたいな、生まれつきね生まれつきそういう生まれなのかなってやっぱり思っちゃうから、うんうん、じゃなくてやっぱ考え方工夫してるってことだよね。考え方工夫してるのもありますし、傷つくでしょ、やっぱり傷もつきますよ、傷もつくんでしょ、なんか言われたら、あ、傷もつきますよ、うん、ただその前は傷ついたりとかってそのまま受け取ったりとかしたんですけど、最近はあ、それはまあ相手から言われた、例えばクレームでも何でもいいですよ、言われたのは、あ、逆にクレーム言われるってことはこっちが注目されてるってことのあるし、逆にいい情報だなってことで逆に受け取ります。ありがたいよね、ありがたいんですよ、逆に、逆にいやもうあっち行かんこって言って、うん、スルーされる方が何も、そうそうそう、私たちにとってマイナスが大きいよね。はい、あとなぜなんだろうな、鏡見たりとか、鏡とかに向かってひたすら喋ったりとかするのは、あ、これいいなと思ったの、思いついたのが、たまたま風呂に入ってる時に、ロールプレイング一人でやってたんですよ。例えば、例えば場面を想定してて、例えば教団の、教団、だから、ある意味ムーニーなんですよ。なんか、ロールプレイングとかなんか自分の、はい、まあ挨拶でもいいけど、明日あんな挨拶しようって言って、はい、ちょっと練習するさ、うん、はい、その時って、はい、どんなトーンで喋ってるの、本番みたいに喋ってる、本番みたいに喋ってます。目線はどうしてるの、目線はもう人がいるっていう想定して、でそれでイメージしてやってます。入り込むの、入り込む、入り込む。でそれ家でできる人すごい、ね、いや、なぜそう思ったかって言ったら、うん、ヒントがあって、うん、ロールプレイングをやりだしたのは、うん、小学校の頃に学芸会とかやりますよね、うん、やる学芸会の前とか、また運動会の前ってひたすらひたすら予行演習でリハリハリハやるじゃないですか、うんうん、あれですよ、あれ、学校の先生がみんなを集めて、はい、じゃ文化祭前に練習しようっていう、この練習の意味、練習は結局練習イコールリハですよね、あれ集団でね、集団ですよね、うん、でもそれも違ったことない、結局まだ学校とかは体育館でやるから場所があるじゃないですか、うん、だから場所の中でお客さんが、その時に父母が集まって、発表会の時に父母が集まって、その時に練習したことをそのまま出せるので、うん、リハーサル繰り返していくと、結局、うまくいって覚えたりするじゃないですか。うん、同じこと。だからそれと同じことを、家でやって想定して、ひたすらやってるだけです。分かった。はい。じゃあ、あれだ。はい。やっぱり仕事ができる人とか、はい、プレゼンがうまい人、はいはい、営業がうまい人っていうのは、はい、もともとうまいんじゃなくて、うんうん、みんなが見えない家でやっぱ練習と準備、いやそれはもうしてるからこそ、はい、急にさ、よく職場多いさ、うんうん、飲み会で、飲み会なのに急に、うん、はい、一人ずつ挨拶みたいな、うんうん、っていう、うんうんうん、準備してないしっていう人もいれば、うんうん、すらすら喋る人もいるけど、うん、これ喋ってる人ってやっぱ少なからず普段から、うん、これとこれ喋ろうとか、うんうん、家で練習したりとかってやっぱやってると思う？うん、やってると思います。で、よくちょっと話それるかもしれないですけど、例えば結婚式とか、うん、披露宴とかに呼ばれて、うん、招待されて参加するじゃない、出席するじゃないですか、うんうん、その時に友人代表挨拶されてる方だったりとか、あ、ね、要は、はい、乾杯の挨拶とかって、はいはい、職場代表挨拶だってやってる人いるじゃないですか、うん、その時に学ぶんですよ。ああ、聞いてるんだ、やっぱり。あ、聞いてます、聞いてます。俺がもし友人代表するならこういうことを言いたいなとか、どんなったら、あ、それでちゃんと、そうそう、話を聞いてて、聞いてイメージできるようにこうスピーチできる人ってすごいなとか、あ、俺だじゃあどうしよう、誰々友人が、まあ、友人 A でも B でも C でもいいんですけど、友人のこのスピーチ任された時にどんな話しようかなとかって、うん、で、普通に会社の飲み会とか行くじゃないですか。会社の飲み会とか、あとは歓迎会でもいいですし、送別会でもいいですし、いろんな行った時に、やっぱり挨拶、スピーチってするじゃないですか。すごい。その時にやっぱ聞いて、あ、すごい、そこで学んで、その、かっこいいわ。その、スピーチの仕方、要は表現の仕方がすごい面白いなと思った時には、それパクって自分のものにやれ、知ればいいだけの話ですよね。はい。それやってます。はい、どうぞ。ツイキャスいいですか？はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。キャプテンさん。はい。ポジティブは最強と。あ、最強ですね、ポジティブ。吉良さん、はい、準備は最大の武器ですね。そうですね。キャプテンさん、うん、奥さんよくわかってる、準備してます。やっぱりやってんな。うんうんうん。やっぱやりますよ、準備。いや、準備してる人。いや、だって。ああ、だめ、やっぱりさ、うん、人の思い込みってやばいね。うん。自分が家で何も考えてない人。うん。
は、うん、なんで俺喋れんのに あの人喋れるんだろうとか、うんうん、でその場は思うけど、またお家帰ったら何もやらないんだろうね、うん、そうそうそう。でキャプテンさん、うん、イメトレ的なことはすごくしてます。お、いいっすね。すキャプテンさんすげえ。車の中とか寝る前とか、めっちゃわかるそれ。時々寝れなくなったり、うん、一緒だね、一緒一緒です。いきなり寝てるのにガバッと起きて言い出すとかね。すごい。高速のインターで折り損ねたり僕もしています。あ、すごい。すげえ。やっぱり、いやだって、多分仕事するときでも、やっぱり準備とか段取りが8割ってよく言うじゃないですか。8割から9割。でもさ、私も結構仕事、うん、イベントを準備するんだけど、うんうんうん、あなた見て思ったのは、喋、うん、り方とか、うん、あとは、アドリブで何か喋るとき、うんうん、すごく苦手意識あったわけ。もうなんでかもうあなたと結婚してよかったのは、はい、あんなに練習すると思わなくて、それは私アドリブ喋れんわみたいな練習してないのに、常になんか話だって、常にテレビつけたらすよ、はい、どっかチャンネル回したら NHK がやってたりとか、ニュースがやってたりとか、あとは、ドラマがやってたりとか、お笑い番組やってたりとか、いろいろあるじゃないですか。その中で、はい、話してる人の、あ、それいいねと思って真似しようっていう、そこまで。いやもう聞いてます、聞いてます。はい、はい、吉田さん、ツイキャスです。はい、ありがとうございます。結婚式のスピーチは勉強になりますよね。うん、主賓のご挨拶や友人スピーチは学びになります。うん、いや、結婚式さ、うん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 、沖縄特にさ、はい、聞いてない人多いさ。私結構聞くわけ、一応聞くわけ。あなたみたいに、あ、これいい、使おうとかはないんだけど、やっぱり礼儀として、うんうん、喋ってるのに、うんうん、なんかみんな爆笑したりするのはちょっとやっぱり、うんうん、逆にね、喋、うん、る側の立場だったら、うん、あ、聞いてないんだってね、落ち込むから聞くんだけど、うん、みんなちゃんと、うん、素敵だね、うん、だって200人いて、うん、10名ぐらいじゃない、ちゃんと聞いてるの、ちゃんとよ、あの、うん、静かに座ってる人いるよ、うんうん、あの、終わらないかなとか、うん、あ、この人は緊張してるなとかっていう感じで聞いてる人いると思うけど、私が見てて感じたのは、200名中ちゃんとこの人の話を聞こうって言ってるのは10名ぐらいしかいない気がする。なるほど。勝手な思い込みですけど、うんうん、仮説ですけど、はい、で、あと、はい、キャプテンさん、はい、キャプテンさん、そんな僕は零細中小企業の営業マンから今では起業し会社経営者です。へー、すごい。やっぱ経営者の考え方だよ、うんうんうん、で旦那さんは経営者のセンスあると思うし、はい、奥さんも経営者の妻のセンスを感じます。すげえ。で、結婚式の主賓で3つの袋の話したことあると。3つの袋、ほん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 、何だった。はい、3つの袋は、お祝儀袋、給料袋。あ、そういうことじゃなくて堪忍袋のこと。胃袋、胃袋、胃袋、何袋、堪忍袋、教えて教えて、何だった。オチを先に言ったかな。あと、徳さん今忘れないうち言っていいですか。いいですよ。さっき言いかけたのが、はい、例えば、初対面で会った人だって、人だって言ってさ、初対面で会った人たちだったりとか、はい、要はもう本当に、まあ今出てるので、結婚式で会った時に挨拶する人だったりとかっていう人たち、みんな初対面で会う人たちって初めてじゃないですか。うん、ちょっとずれるかもしれないですけど、例えが。はい、例えば沖縄で言ったら、グル君。グル君が取れるじゃないですか、はい、目の前にグル君の魚が来ました、はい、さあ僕はこう考えるんですよね。グル君、この目の前の魚を刺身にして食べようかなとか、おう、揚げて食べようかなとか、うんうんうん、唐揚げに油で揚げて食べようかなとか、うん、まして焼き魚にしようかなとか、うん、ということで初対面で会った人たちって、はい、この人どういう人なんだろう、あ、こういう人なのかな、こういう、うん、なんか、あの、話し方にとても味のある人だなとか、うん、あ、ちょっとこの人、ズバズバ本音言う人で気持ちいいなとかって。だからそうすると新鮮なので、初対面、うん、やっぱりそこで聞きますね、やっぱちゃんと。はい。あ、胃袋、堪忍袋、最後に、何々、皮袋と合わせて、給料袋。なるほど。あ、胃袋、堪忍袋、給料袋。キャプテンさん、僕はズバズバ本音タイプです。お、いいですね。ズバズバ本音タイプって気持ちいいよね、うん、いや、もう逆に遠回しで言われるよりは好き嫌いってスパスパスパっていう方がもうめちゃくちゃ面白い。逆に遠回しって難しくない？逆に疲れる。でも遠回しの言い私もあんまり遠回しの言い方ができないんだけど、う
遠回しの言い方ってどんなしてすんだろう、うん、逆に本音が言えない。私の本、うん、私はこう思ってるんだけど相手はどうかなってまず探り入れて、うんうんうん、相手から私が思うようなところ、うんうんうん、例えば仕事でもさ、うんうん、まあこうしてほしいんですがみたいなのを匂わして、で結局相手に決めさせたいみたいな感じ、うんうん、まあまあ考えも聞きたいっていう感じですかね。あれだ、本音言ったら嫌われるかもしれないと思ってるからだ。なるほど、そうだそうだそうだ。逆に本音言わないのが嫌われると思います。あのね、うん、嫌われる勇気っていう本が爆発的に売れたさ、うん、おお来ましたね、爆発的に、爆発的に、あの岸見先生の、岸見先生が書いて、うん、アドラー心理学、うんうんうん、アドラーの考えとかを、うんうん、岸見一郎先生が、はい、書いたんだよね、うん、確か、うん、嫌われる勇気っていう青い太い本ね、はい、あんなにちっちゃい字の太い本が私あんなに売れると思わなくて、はい、でもやっぱ時代だと思うわけ、うん、みんな本音言いたいけど、うん、嫌われたらどうしようが強い人たちがいて、うんうんうん、嫌われる勇気っていう本が出て、うん、何それみたいな、ね、何嫌われる勇気ってどういうこと、と嫌われてもいいんですか、ね、っていう、え、そうなの、革命やんっていう、革命だよ、特にもしかしたら日本人かな、うんうん、なるほど。さあそんな革命的な本の話が出たところで一旦 CM に行きたいと、 CM に行ってテーマに戻りましょうか、戻りたいと思います。はい、ラジオやってたってキャプテンさん、そうなんだ、間違った、ラジオでズバズバ本音言ってました。先週最終回だったの、先週最終回だったの、へえ、どこのラジオ局だろう、気になりますよね。革命家キャプテンっていう名前でラジオやってたのかな、革命家キャプテン、あ、花火だ、ん、花火、ツイキャスの画面に花火が出てる、あ、マジか、さあ嫌われる勇気ね、あー嫌われる勇気がある人はまた会いたいんじゃない、うんうん、また会いたいか、いやまた会いたいと思いますよ、やっぱり楽しければいいよね、明るくて、うん、そうですよね、楽しかったっていう印象が残るからね、うん、なんか元気になれるっていう、うん、やっぱ元気になれるっていうのは何かもう元気になれるから何やってもうまくいきそうってなりますよね、それ大事じゃないかなと思います、うん、さあ行きましょう、お願いします、はい、FMは、そうなんだ、はい、大人の恋愛相談室、小松さんいきたいと思います、はい、さあ、歌子さん、一旦テーマに戻しましょう、今夜のテーマはまた会いたくなる人ってどんな人？さあどんな人が会いたくなるかと。明るい人、ね、前半ちょっと白熱してしまいましたけど、元気のある人、明るい人、まあイコールまあ魅力的だなというまあお話でしたね。あの、はい、やっぱりよくほらメラビアンの法則とか、はい、この初対面での印象っていうのは見た目が 55%、はい、見た目が 55%、 もう半分以上ですね、半分以上で、はい、で話した内容が、話した内容は 7% です。あ、内容 7%、 はい、声のトーン、表情が 38% ぐらいです。あ、で全部ですか、はい、全部です。っていうことは、はい、もちろんまあ見た目外見もあるんだけれども、はい、話してる内容よりも、うんうん、この人の、うん、なんていうのかな、やっぱり元気、例えばあなただったらパワーがあって、うんうん、はい、元気そうっていう印象だけが残るんだよね、きっと、はい、何喋ったかはあんまり、まあ、何日間か経てば、次の日は覚えてると思うよもちろんだけど、うんうん、何日間か経てば、うん、覚えてないけどなんか元気な人いたなとか、うん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 、
あの人だったらまた会ってもいいなっていう、うん、女性は特に快か不快かだわけ。あの快っていうのは心地いい、うんうんうん、心よい快、うん、快楽の快、快楽の快か不快、はい、嫌な思い、不快、もう不快な思いをさせられた日には、うん、絶対もう会いたくない。じゃあさ、逆を言うと、逆に不快な思いってどういう思い、まあ不快の太ったとか、あはあ、ごめん初対面でそれはないと思うんだけど、あの外見のこととか、うん、いやなんであんたに言われないといけないんですかって私は何知ってるんですかみたいな気持ちになるようなことを言ってくるタイプがたまに、いや冗談さとか言いながら、うん、たまにいるから、うんうん、まあ初対面でさすがにそこまで言う人はいないんだけれども、うん、まあ女性は感情の生き物が、うん、特に感情が強いんで、うんうん、男性はそれ聞いて、あこの人初対面でそれ言うっていうぐらいで流させるかもしれないんだけど、うん、女性は結構感情で心が心地いいか、うん、もうこの人と一緒いたくないっていう、うん、さっきまですごい幸せだったのに、うん、この人のこの言葉で、うん、今日はもう台無しみたいなぐらい落ち込む人もいるぐらい、うんうんうん、なのであのやっぱり明るいけれども、うんちゃんとこの言葉、うん、傷つける傷つけないはやっぱり、うんうん、すごく重要だと思う。うーんなるほど。どんなにいい人であろうが、いや、うん、いい人っても思えないっていう、うん、やっぱ女性にとってはやっぱ快か不快かっていうものは強いと思う、うん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 、なるほどね。不快、不快を与える人イコールもう会いたくない人みたいな、うん、だからもう女性の場合は逆を言うと、うん、会いたくない人っていうとやっぱ上から目線で何か言ってくる人とか、うん、やっぱり女の人って普段からやっぱ何かしら不安、うん、この服でよかったのかなとか、うん、こんな会話でいいのかなとか、うん、結構考えてしまうので、うん、なんていうのかな、安心させてくれる人、うんうんうん、なるほど。この人なんかポロって喋って、うん、え何その考えダサいとか、うん、なんか言われたらどうしようは強いから、うーんあの、共感力が高い人とか、はははやっぱり一緒にいて安心、うん、安全だっていう、うん、不安がやっぱ大きい分、うん、あこの人だったらそんなに不安にならなくても、うん、一緒にいても楽しい、うん、し、逆にパワーもらえるとか、うんあと私のこと認めてくれてるとかいう気持ちにしてくれる人は女性は会いたいはず。へえなるほど、うん、共感力、例えばどういう時に共感力を、まあ、共感 された 共感として相手も自分のこの何だろう言った気持ち不安だったりとか安心させてもらったって気持ちってどこにあの生まれるんですか女性の。なんかね、うん、気持ちが例えば相手が本音言って、うん、それを私が好きって言った例えば映画でも、うんうん、食べ物でも好きって言ったものを、うん、相手が好きじゃなかったとしても、うん、私が喋ってる内容をこの人にちゃんと伝わってる、うんうん、聞いてくれてるなって話っていうのはやっぱ安心する、うんうん、あの私と好きなものが違ってるから共感してくれないから嫌とかじゃなくて、うんうん、話を聞いてくれてる、うん、で気持ち、うんが伝わってる、うん、するとなんで私こんなに喋ってんだろうこの人にってなって、うーんなるほど、お家帰った後もしかしてあの人のこと好きなのかなみたいなところにも発展するぐらい気持ちを聞いてもらえる相手、うん、っていうのは女性は女同士でも気持ちを聞いてくれる女性は好かれるし、あの部下と上司でも女性同士の職場って多いさ、うん、もう気持ちを聞いてくれる上司がいるだけで、うん、もう仕事頑張れますみたいな、うん、明日も会社行きたい、またあの上司に会いたいってなるのが大きいと思う、うん、女性は最近よく聞くんですけど周りで、例えば相手の話、はい、聞こうと、うんうん、聞く、はい、話を聞く、会話を聞く、話聞くぞって徹底的に聞く側に回って、うん、で話一時相手が話してるのをちゃんと聞いてるというふうに、最近はあの話を聞くってことがとても大切だ、大切ってことを気づいたと、うん、なんでこれがよくわからなかったんだ今までっていうふうにあちらこちらから、うん、あの話聞いたりとかいろいろするんですけど、うん、ここもう一歩なんですよね。聞くときにただ相手の会話を聞いてうーんってうなずいて終わるのか、
だから歌子さんが言ったみたいに先ほどの共感力、あ、ここを共感してもらったなってやっぱ感じてもらうために、聞く側としたらそれを相手はどういうところを知ってほしいのかっていうのを聞くために、どんなところに注意して聞いたらいいと思いますか。この人がどういうその時の、話してる時にどんな気持ちだったのか、辛かったのかなとか、うん、嬉しかったのかな、あ、この人なんか嬉しそうだな、この人なんか辛そうだったのかなっていうことに注目して聞いたらいいのか。感情その時どう思ったの、うん、やっぱりこういう何か、うん、まあ映画の話になって、うん、この映画が好きってなって、うん、あ、そうなんだ、うん、あれいいよねっていう会話で終わらず、うんうん、どういうところが好きだったんですか、いつそれって何歳の時に見たの、うん、とか、その年齢で見て感動したの、とか、なんでどこが一番そんなにか、うん、今でも覚えてるぐらい好きなの、とか、いうところまでこう深く、深掘りできる会話っていうの、だからさ、ここまで聞いたら迷惑かなとか、またなってくるとややこしいさ。なるほど、こういうのがややこしくしてると思うわけよ。それが逆に聞きたいけど本音として聞けないですよね、うん、ここまで聞いていいですか、迷惑だったら迷惑って言ってくださいね、それでも聞きますねみたいな。はなるほど。あのツイキャスがどんどん来てるので、あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。キャプテンさんは、はい、実は FM ギノワンでお二人の番組の後と土曜日3時間番組してました、はい、すげえ3時間夜なみねくんも出演してましたよ。あ、そうなんですか、後で聞いてみましょう、ね、先週終わっちゃったそうです。最終回だったそうです。はい、で、野の中の銀の蛍さん、はい、ツイキャスありがとうございます。ありがとうございます。一緒にいて自分が幸せになりそうな人、なるほど、また会いたくなるっていう人だね。で、あと、なるほど、キャプテンさん、へえ、奥さんの話リアル、さっきの男さんの話ですかね、あの映画の、あの映画とか上司の話ですかね、うんうん、の中の銀の蛍さん、はい、自分も今夜初めて聞いています。あ、ありがとうございます。今日は初めての方が多い、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、吉田さん、はい、感情に寄り添うようになるべく考えて聞くようにしています。あ、いいですね、すごいな、すごい、意外に、はい、みんなできないんだよね。あ、そうなんですか。いや、できないと思う。私もみんなそうしてるんだろうと思ったけど、はい、例えば役所で面白い話が役所面白い話が、はいはいはい、あなたの例えを、 あなたが実際にあったら言っていい、はい、あ、いいです、いいです。例えば役所に書類、はい、この書類欲しいんですけど、はい、これでできますかっていう、はいはい、あの書類足りてますかって言ったら、うん、できませんって言われて、いや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 、僕はこの書類が欲しいんですけど、じゃあ何が足りないんですか、うん、って聞いて初めて、うん、あ、これとこれとこれっていう人いるさ、うん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 、あの人とは、いや、あなたがプロでそこで働いてるんでしょ私からしたら、うん、あのお客さんの方が対応してるさ、はいはい、じゃあどうすれば誘導してあの中にいる、うん、役所の中にいる人に情報を聞き出す、対応される側がしてるっていう状況をよく見るわけ。でもこういう人って人の話を、まあ、ある意味聞かれた一問一答式みたいに、できますかできません、うん、終わり、チーン。だからさ、これあなたが黙ってたら5分ぐらい見つめ合うの、これ見つめ合ってみましょうかね。だからってこっちが誘導してるっていう、まあ、全部が全員じゃないんだけれども、うんうん、でも結構いるさ。あ、いますね、結構。結構だからもういるので、なのでこの吉良さんが、はい、感情に寄り添うようになるべく考えて聞くようにしてますっていうのは、はい、結構あんまりいないので、逆に吉良さんも私みたいに、はい、なんでできませんだけで終わるのっていう場面とかは見てると思う、うん、で意外にみんな、うん、じゃあ次どうしようとか、うんうん、相手が何したいのかまで察して喋るとかっていう、うんうん、まあ、訓練なのか何なのか、うん、できてない人多いと思うよ、うん、しかもまだこう話してる最中に遮ってこうって言ってくる方もいましたね。いや、ちょっと待ってください、もうちょっと話が、説明があるんですけど、でも最近は、はい、あのこう、そういうふうに書類とか取りに行く時にも、もうまあこの窓口に
いらっしゃる方々もお仕事されてて、で一生懸命なのも分かるんですけども、そうだね、もう一問一答に欲しいです、ね、できないってもう言ってくるのも逆にこっちは最近は予想して、そうだね、すみません、こっちが怒らないようにしてね、はい、逆にこっちから世の中は逆にそうなんだって思った方がイライラしないから、ね、そう、逆に自分が変わろうと思いましたね、こういうの欲しい、どういうふうに聞けばいいのかな、そうそう、でこういうあの書類が欲しいので、今これとこれとこれとこれこれ持ってます、これでできますでしょうか、足りなかったらどこにどういうふうな書類があって何を提出したらいいか教えてくださいってもう言うことにしましたそしたら答え一つですね、僕は返ってくるのは、うん、足りるか足りないか、足りたら OK、 足りなかったら、あ、自分がこの書類どの書類が足りないかっていうのを言ってくれて、どこどこにって、まあ、もうこっちが誘導しようとします最近は、はい、まあ、自分が変わろうかなと、柔軟性に対応しようかなと考えてます。そうですな、逆にこの経験があったからいい勉強になりました。 あ、はい、ありがとうございます、はい、今日さ、はい、あつおさんが全然登場しないと思ったらさツイキャスでデート中って来てますよ。ああつおさん、デート中なんですか、いいですね、すごいやな、ありがとうございます。であとキャプテンさんから、はい、銀のホタルさん、この番組いいっすよって教えて、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。吉田さんも本当いい番組って、ありがとうございます。吉田さん、うん、思います、すっきり人の心に寄り添って聞くようにしてるっていう発言自体で、うん、もう違う、もう世の中の、うん、あれ世の中の人の話聞かない人にいっぱいやられてると思う、うん、え、なんで、うん、え、なんでみたいな、うんうんうん、私お客さんだけど、なんで私が対応してるの、よくあるよね最近電話とかはやっぱりあるよね、うんうん、はい、シロさんデート中、さあシロさんデート中のところ申し訳ないんですけども、はい、一旦 CM に行きたいと思います。はい、はい、まあシロさんだけじゃなかったけど、あと野の中の銀のホタルさん、心の肥やしになりそうな番組って、ありがとうございます。メール、すいません、そんな言っていただいてありがとうございます。メール大丈夫です、来てるんです、ね、はい、大丈夫です、大丈夫です、はいたくさん来てますか、小座がよくわかんないです、ちょっとどっち、メールはギノワの方ですよね、あ、ですか、はい、私が読むヒロ、はい、今いつメールはギノワの方のいつですよね、小沢は来てないかな、はい、あ、これも一応今日小沢がついてる、ね、3通あるみたいです、ね、3通、え、小沢3通みたいです、あ、小沢来てる、はい、あ、ギノワンが3通、あ、ごめんなさい、ギノワンが3通、ギノワンで3通、あ、Gmail に来てるんだ、失礼しました、うん、はい、ありがとうございます、あ、本当だ、おやさるから行こう、私が見ます、はい、おお、もうあっという間にこんな時間か、早いな、え、今2回目 CM、うん、あ、てか2回だけ、大丈夫、びっくりした、お、いや、ありがたいですね、ありがとうございます、はい、はい、いきます、いいね、はい、大人の恋愛相談室、はい、さあ残りあっという間ですね、1時間くるの早いですね、あっという間、はい、でもそんな中すみません、はい、メールが届いております、はい、はい、ありがとうございます、一気に紹介させてくださいね、はい、よろしくお願いします、こんばんは、はい、こんばんは、今日のテーマのもう一度会いたくなる人ですが、はい、やはり会うと明るく元気になれる人ですね、うんうんうん、僕もそう思われるような人になりたいなって思ってます、また会いたいと思われる人はモテる人だと思います、あ、素敵、ラジオネーム南の島の海賊団船長さんでした、はい、船長さんありがとうございます、明るい人いいよ ね、 いいですね、確かにもう当たってると思う、やっぱ会いたい会いたい会いたいから、うん、
モテる、うん、どんなやったらこの人やるかなって考えたり、ね、考えますからね。メールまだありますよ。一緒に飲みたいとかご飯食べに行きたいとかって思いますからね、うん、遊びに行きたいとかって、この人プライベート何してるんだろうとかね、やっぱ気になってきますよね、だん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 。気になるイコール私ってもしかしてこの人好きなのかなって恋心にね、ワクワクドキドキして変わるってことだから、だからまた会いたいって思われる人になることを印象、うん、なんていうか勉強して婚活パーティーとか縁結びイベントは参加してほしいですね、うん、そうですね。はい、メール次です。ラジオネーム、はい、ケイさん、はい、こんばんは。こんばんは。先週に続き帯広で聞いてます。 ありがとうございます。今日は晴れて26度を超えて暑かったです。おお、26度いいですね。晴れてて昼間は暑くても朝晩は肌寒いです。うわー、ね、何度ぐらいあるんですかね。寒いよね。10度ぐらい行ってます。また会いたくなる人ですが、はい、異性に関わらず気が合う人です、はい。そうですね。話が噛み合わないと話すこともなく、自分や相手のことも理解できないですし、あまり人に気を使いすぎるのも疲れますし、そうですよね、気を使って付き合う仲間では持たない、そうだね、持たない気がしますと。確かにな、確かにな、それはありますね。ありがとうございます。話が続かないもんね、気が合わない。そうですね、合わない人っていうのはやっぱなんか、あれ、なんか噛み合わないっていうのあるよね、うん、はいはい、それではまだありますよ。はい、ありがとうございます。ラジオネーム、なぎさのライオンさん、なぎさのライオンさん、いきなりですが、はい、仲のいい夫婦のお二人に質問です。はい、お二人はどちらが主導権を握っていますか。いや、もうこれはもう当然ですよ。私の予想では旦那さんと見せかけて奥様ではないかと予想しています。これからも番組応援しています。ありがとうございます。どうでしょう、どうでしょう。いや、ね、そんなことないですけど、いや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 、そんなことあると思いますけど。はい、旦那さんと見せかけてって、うん、でも見せかけられてるのすごくない。まあそうですね。なんか、うん、いやもう奥さんでしょ、尻に敷かれてるでしょみたいな、うん、なんか共済化には見えてないから大丈夫かな、うんうん、全然問題ないです。ツイキャスもたくさん来てます、はい、ありがとう、ありがとうございます。結果私が主導権握って、あのね、うん、私が主導権握ってるっていうよりさ、これジェントルマンなの、あなたが。なるほど。だから、うんうん、もう私のはどうしたいですかってやっぱ聞いてくれるから、うんうん、結果でもそうなってるね、うんうんうん、だよね、うんうん、ありがとうございます。いえいえ、ダコさんもまた、なんだろうな、この辺は決断してほしいっていう、このスルーパスじゃないや、何、アシストパスがうまいですよ、僕に対して。そう、あなた男性が決めた方がいいところはもうあなたにそこはどうぞって、ね、どうぞっていう、なので、あ、わかりました、では爆発的に遠慮なく決めさせてもらいますねってズバッていくって感じですね。いいですね。あ、はい、それだよね。はい、はい、はい、中野町の和樹さん、はい、いつかトロピカルビーチからスーパーヒーローとウータさんのデート生中継やって。あ、いいですね。見たくないでしょ。私たちはいいけど結構見たくない、イチャイチャするなって言われることよく多いですよ。写真とかもしょっちゅう2人でみたいな。で、あと ね、キャプテンさんが当たりちゃうか、はい、あの主導権、主導権、そうそうそう、当たりです、ビンゴです、当たりです。で、あとは銀の蛍さん、はい、あ、エンペラーさんって一度オフ会でお会いしたエンペラーさんかなっていうことで、ちょっとツイキャスの中でのね、はい、いろいろお話ですね、はい。で、あと吉良さん、旦那様を立てていらっしゃるってことですね、はい、そうです、ありがとうございます。そうです、でもジェントルマンだからね、ヒーローがね。いえいえ、ありがとうございます。キャプテンさん、結論、奥さんが強い。いや、でも本当に、yes、 私はそういうつもりないけど、うん、私が怒った時超怖がるよね。いや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 、世界一怖い、あ、宇宙一怖い人は、そうそう、あれですよ、歌子さんですよ、あの嫁ですよ。怖いのは。怖いって言ったらめっちゃなんか怒鳴って大暴れしてるみたいな意味だけど、そういうことではないですよ。やべ、怒らしてまったみたいな。まあ、僕が悪いんですけどね。大抵僕は悪いですよ。いや、あなたが真面目な話しすぎると私怒るからね。そうね、いや、面白くない、変なことしてるわけじゃないよね、あなたがね。そうそうそう、真面目な話して、お酒飲んでる時でも真面目な話すんな。そうそうそう、お酒飲んでる時に真面目な話されてイライラして、もう先に返す、はい、もうあなた帰って私飲みに行くとかね、徒歩歩いて帰って、もう先に行ったら怖いはずね。大丈夫です。はい、はい、でキャプテンさん、お二人のイチャイチャシーン、今日熱烈希望って、あ、見たいんだ、マジですか。でキャプテンさん、奥さん怒ったら怖そうって。怖いかもね。返すからね、飲んでてもね。そうそう、でも逆にですよ、飲んで返されるけど、
ね、ちゃんと次一人で飲みに行くって言ってもちゃんと次のお店までたどり着けるかなって逆に僕は心配だから見送ってからじゃあ帰りますねってとことことこと帰るジェントルマンはい、それではもうあっという間にこの時間です、はい、あっという間にこの時間に、ね、今日はたくさんのメール、ね、初めてのツイキャスの方もありがとうございました。はい、ありがとうございます。大人の恋愛相談室、この番組は株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。ありがとうございました。バイバイ。吉田さん、キャプテンさん、ありがとうございました。銀のおたるさんもありがとうございました。シロさん頑張ってね。デート、ツイキャスの皆さんありがとうございました。ありがとうございます。 Facebook も申請お願いしますありのままでそのままで欠片ごと全て抱きしめた。まだ言えない傷さえ心地よく感じた。 Magic Love I'm gonna change my life Magic Love